お邪魔しまーす。すごい、これが腕枕というものか。司ちゃんの体温が腕を通してダイレクトに伝わってくる。それとやってみて初めて分かったけど、意外と腕が痛い。やり方が悪いのか、腕のちょうどこの部分が圧迫されてだんだんしびれてくる。でも体温は伝わるし、いい匂いだし、これは天国と地獄のマリアージュだ。旦那様、腕疲れてきたんじゃない？いや、そんなことないよ。本当に？やっぱしびれる。ひどいよ。だって強がるから。お休みの中をしてください。